チャオ、どうもリリカ兄弟です。本日は、フェスティバルプッチーニ関係の仕事で、ビアレッジョ、おなじみのビアレッジョという街で、コンサートがあります。ジャニスキッキのリヌッチョのアリアや、今回もまたネッスンドルマ、誰も寝てはならぬなどを演奏します。本日は12月の2日で、先日というか昨日か、ワールドカップの日本対スペイン戦がありました。僕も自宅で沢地くんと2人で見てたんですけど、今日が本番なんで叫ばないようにしようと思いつつもちょっと叫んじゃいました。まあでも今日起きて声の調子もいいので、集中してしっかり歌えばうまくいくと思います。それでは行ってきます。ビアレッジョに着きました。今回のピアニストは偶然にもパルマに住んでいる方だったので、ピアニストの車で、一緒に連れてきてもらいました。ピアニストの人はちょっと別の用事というか、お昼ご飯の約束があったみたいでちょっと行っちゃったんですけど、集合時間まであと、4時間3時間半かぐらいあるので、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。Non è vietato. No. Ah, sarebbe vietato. Ma nessuno controlla. お昼ご飯を食べてビアレッジョの港を散策してきました。夏のフェスティバルの最中に、稽古針とかに毎晩のように釣りに来ていた場所なので、なんていうのかな。懐かしい気持ちになりました。その時に知り合った釣り人なんかにも会えて楽しかったですと言ってたら、なんかこんなのがあるな、ありました。2日、これだ、僕が出るの、これ、このイベントです。ちゃんと宣伝してるんだ。今トスカで、この夏のトスカで合唱の中で歌ってた、イタリア人の歌手から連絡が来て、今夜聴きに来てくれるとのことなので、その再会も楽しみです。あと1時間くらいで集合時間になるので、ちょっと会場のそばのバールにでも行ってコーヒーを飲んで待ちたいと思います。コーヒーを飲んで30分くらい休んだので、会場に向かいたいと思います。行ってきます。本日の会場、ガレリアダルテ M は何だろう、よくわからないガムク。Gallerie d'arte moderna e contemporanea. が終わりました。フェスティバルプッチーニで一番偉い人が聞きに来ているので、
ちょっと緊張しますが、頑張ります。このあと5分10分くらいで本番が始まります。Thank you.
Ditemi voi, signori, se i quattrini di Boso potevano finire meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciata all'inferno, e così sia. Ma, con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi Dante Ruande! コンサートが終わって、ピアニストの車で、パルマまで帰ってきました。ジャンニス・キッキは、まあ、なかなかうまくいって、ね、ネッソン・ドルマはやっぱり自分のレパートリーじゃないので歌えたといえば歌えたんですけど、やっぱり録音を聞いてもなんか好きになれない自分のネッソン・ドルマが。でパルマについて家に帰ろうと思ってたんですけど、ちょっと沢地くんの家の前を通ったのでフラッとビールを飲みに来ました。どうもおなじみのバリトンの沢地くんです。やっほー。僕は明日また10時からミラノで仕事というか稽古があるので、あんまり遅くならないようにこれを飲んだら帰ります。それでは、今回もご視聴をありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録とグッドボタンで我々の応援、沢地くんの応援もついでによろしくお願いします。